あといくつですか？あと50。茨城じゃなきゃなのせやから。こっちの方が早いんだろうな。多分こっち。あ、同じぐらいですね。やばいっす。あ、 あといメーター数だと75。あ、同じぐらいっすね。こっちの方がでもあまりが。あ。さあどうでしょう。この上下がもう上がってるかな。さあ残りいくつですか？60。はい。60。さあ。ああでも。さあ。軽くなって動かったりしてる。上がってるか。はい。やばいですね。なんかほぼ同時になっちゃいそう。これは上げちゃいましょう。来ましたー。おお。イバラヒゲが。でかい。でかい。まず1匹ですね。はい、イバラヒゲ。とりあえずポンポン上げちゃいましょう。後ろが追いついちゃいそうなんで。さあまだいるか。どうだ。動いてるから。あ、もういないですね。でかい2匹でした。でかー。そして後ろが茨城ですね。両方とも動いてた。ちょっと抵抗があって動いてる。すごいよ。カイさん、これやってもらって、一旦この動画やってもらっていいですか？はい。あ、動画？はい。はいよ。はい。あります。この赤の跡かな。何でいいんだろう。これサメだろ、多分。サメや。うわすごい。すごい。お、上がってくるか。また。おお、なんか細長いか。細長。なんだ。なんだろうこれ。あ、これサメだな。モミジだ。おお。うわー。いや、これこれなんだろう。これ初めてのおやつかもしれない。夢覚めにしてはああ違うな、色が。はい。ちょっと手が絡んでる。頭が出ます。多分ロンティングで切れそうです。やばいやつこれ。おっと、あ、外れた。あ、いるか。いるか、まだいますね。あの左にあるギャフの。ギャフ、はい。引っ張ってないんですよ。はい。なんだろうこれ。おお、ええー。あ、やばいよ、もう切れる。あ、消しちゃう、消しちゃう。どこにつけて。あ、もうタモでいいんじゃない。中で畳んで。
ちゃうんだよ。仕上げてくれないから引っ掛けらんない。で、下もどんどん続いていますね。夢だ。夢ってもう一回聞くよ。ガルガラ夢。ビロードザメとかも似てるんですよ。はい、夢ではない。できればこのまま姿のまま。 あ、もう一匹下もいる。もう一匹上がってきました。もう一匹いる。お、もう一匹。そうだね。ちっちゃいな。鍋のおかずには十分だね。これでラストです。うわー、謎のサメが釣れました。すげー。でっかもうだって、アリス切れそうだ。そうですね、切れそうですね、本当に。うわー、なんだろうこれ。白くん的には見たことないの、このサメ。見たことないですね。ユメザメってカクカクって腹が角張ってるんですよ。なんで見た感じただ丸くないですか。腹、はい。だけど140ぐらいだ。はい。回収するときはさっきのあの金属のはしごみたいなの使わないんですか。でかい魚だったら。あ、使います。逆ね。素晴らしいよね。こっからですよ、多分。こっから100メートルより浅いぐらい、多分沖の方に行ってる気がします。はい。歩くもなんない。
20連張り。針の本数は最多です。うん。ちょっと重そうですね。うん、重りが重いですね。怪しいですね。竿の動きはちょっと怪しい。次なんか。重そうですね、やっぱり。本当ですよ、ね、お、上がってきました。さあ、はい、一つ目2つ目ですね。青いのダメだな。これが青いか。3個目4個目でも重そうでしたよ。5個目下の方がやっぱり期待が大きいですね。これが7個目半分ですかね。まだ半分？はい。これが多分11個目。はい、そうね。5個ですか。15、16、16。いる。
あ、細い。おお、おめでとうございます。ホラーナゴですかね、これ。あと2つですかね。どうだろう、これもなんかついてはいないですか。あ、テラスですか。終わった。ご苦労さまでした。お疲れ様でした。20年アナゴです。はい、ということで戻ってきました。お疲れ様です。今日は真鶴沖をまた攻めたんですけど、久々の深海でした。3ヶ月ぶりぐらい。はい、で、1000m で3等ぐらいですね。やって1等目でやばいですよね。深海調査コース初魚種釣ってしまいましたね。今さばいております、はい、だいぶ体調が。あのテクニックもね、あのテクニックも使ってますけど、気持ち悪いなって思いながら。気持ち悪い魚ですね。そして中盤に谷口さんもまだ釣ったことがない、マルバラ夢ザメっぽいサメを。いろいろだと思うんだけど、そう信じたい。難しいな。ただの夢ザメだったりなんかそれはないんです。なんと今日は調査初魚種20秒出ちゃいました。まだわかんないけどね、はい、あの一発目からあれが浮いた時はやばかったですよね。グラブームだね。はい、体にはちょっと似てたから、ね、そうですね。ひっくり返った状態でいきなり一発目浮いて、まあなんとか一日できたんで良かったです。日々もいつもの感じで釣れてということで今回もお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんと今日2種類も新魚種出たのかと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。